大分市船江町のコンパルホールにやってきました。今回は春休みにぴったりのある施設をご紹介します。期間中は無料開放するそうですよ。それでは早速行ってみましょう。さあ屋上まで上がってきました。こちらですね。入ってみましょう。お邪魔します。うわー、こんにちは。こんにちは。大きな天体望遠鏡ですね、はい、大迫力です。普段は週末そして祝日に開放されているこの天体観測ドームですが、春休み期間中は毎日無料開放されるんですね、はい、天気のいい日は日没から午後9時半まで開放されます。お子さんは特に喜びそうですね、はい、ちなみにこの時期はどういった星座が見られますか。はい、春の大三角形です。牛飼い座の一等星アークツルスと、その下の方を行った乙女座のスピカ、そしてちょっと上ですけども獅子座のデネボラ、この3つを結んだ三角形です。いつぐらいの時期に見られるものなんですか。だいたい3月の中旬から6月の上旬ぐらいまで見られます。これを目印に他の星座を探していくということですね、はい、うん、他の目印ありますか。春の大曲線と言われるものを紹介したいと思います。ここに北斗七星がちょうど秘釈の形をしていますが、柄の方をずっと下の方に伸ばしていくとアークツルス、降りていってスピカ、それをもう少し伸ばすとカラス座に当たります。お、そしてこのデネボラのところにある獅子座、はい、うん、これはライオンの姿を表しています。特に胸元のアルファ星レグルスはラテン語で小さな王と呼ばれます。まあ、ちなみに獅子の心臓と象徴されます。なるほど。先ほどのデネボラ、ライオンの尻尾になる部分がデネボラ、はい、そうです。実際に目で見るのもいいですけれど、ここには大きな天体望遠鏡がありますので、これから覗いてみるとまたさらに綺麗に見えそうですね。はい、天体望遠鏡で月のクレーターの様子とか惑星の模様の入った姿をはっきりと見ることができます。タイミングが良ければ土星の輪っかも見ることができます。で、実際に見て星なんだろうなってわからない場合ってどなたかに聞くことできるんですか。はい、解説員がいますので、星の話やわからないこと等がありましたら聞いてください。夜空のことを、星、月、いろんなことを学びながら、そして家族でいい思い出が作れそうですね。はい、ぜひお越しください。コンパルホール屋上の天体観測ドームでは4月7日日曜日まで毎日、日没から午後9時30分まで晴天時に無料開放しています。春休みの思い出作りに星空の世界を楽しんでみませんか。